行くよ。行くぞ。Thank you.
と勝てる。支援するね。
緒ならきっと勝てる。勝ったね。君と一緒ならきっと勝てる。君と一緒ならきっと勝てる。お疲れ様。君と一緒ならきっと勝てる。勝ったね。君と一緒なら、きっと勝てる。ならきっと勝てる。
初ならきっと勝てる。ガッタレ、君と一緒ならきっと勝てる。いいぞ。今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。あ、今度はなんだ？何か匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！今日はどうなってんだ？また白い馬のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男の遊具なんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしろ。ユージオ、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらぁ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。行くよ。はい、さあ俺たちなら勝てるぞ。はい、はっ。
動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ勇者。やめろ勇者。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒。今度こそ守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は。白い夢が調子に乗んじゃねえ。ユームのガキごときに俺様が負けるわけ。違う、俺の名前はイームじゃない。俺は剣士キレトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでない奴は今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの新生術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の新生術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、
泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に直せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない、もっとユージオにやってくれ。もうダメ、これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージオ、待ってるわ、いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。
傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらキリトのおかげだ。肩を…俺だけじゃないさ、セルカの親戚…二人には感謝…どうかしたのかい？なあ、ユージオ、覚えているか？お前妙なこと言ったよな。俺が覚えているよ。そんなわけはな、僕とキリトとアリスはこの村で生まれて、極限状態における記憶の根。しかし問題は、あの場、たとえそれらが俺とユージオに同時に起き、あの場に現れた4人目の存在、キリト、ユージ、俺はセントラル・カセドラルなんて言葉を初めて聞いた。セルカがお前に神聖術を使った時、いや、僕はもう全く、いや、気のせいだ、忘れてくれ。さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中のし、いつもより早く終わったんじゃないか。うん、なんだか急に流…それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、きっと今なら。おい、キリト。なあ、軽くなったのは龍骨の斧。せっ、やはりこの世界にはソードスキルが存在…キリト。なあ、多分前に獣退治をした時も、キリト、もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職、正式な剣術は衛兵隊でしか。ユージ、キリト、君の剣術の、いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だ。アインクラ、不思議な名前だね。聞いたことはない。それとも暮らしていた町の名前な。僕に君のアインクラッド、もちろん僕は衛兵でも村の英士でも。ユージを、諦めるな、自分を縛る。でも僕は強くなりたいんだ。なくしたものを取り戻すために。分かった、教えるよ、俺の知る限りの技を。望むところだよ。本当にそれが僕のずっとずっと、今分かったよ。僕はこの森で6年間。あ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ。
本当に行くのね、ユージオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ、ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ。ああ、